気球のポンちゃん。遠い遠いあるところに気球のポンちゃんがおりました。ポンちゃんはみんなを乗せてお散歩に行くのが大好きです。今日は妖精さんが暮らす国に来ています。妖精さんの国のお空で散歩をしていると、おーい、おーい、僕たちを乗せておくれよ。僕たちを乗せておくれよ。二人の妖精さんがポンちゃんを呼んでいます。ポンちゃんはにっこり笑い、いいよ、僕の名前はポンちゃんって言うんだ。一緒に空のお散歩に行こう。さあ、妖精さんたちと空のお散歩の始まりです。ポンちゃんは二人を乗せると空高く飛んでいきました。空には雲が海のように広がっています。うわー、すごーい、綿菓子みたい。二人は初めて見る空の景色にワクワクドキドキしています。そういえば、まだ二人のお名前を聞いてなかったね。聞いてもいいかな？もちろん。僕は電パン、電気の妖精だよ。おいらはからもち、力持ちなんだ。電パンさん、からもちさん、今日はよろしくね。楽しいお散歩にしよう。そう言うと、ポンちゃんは太陽が昇っている方向に向かって飛んでいきました。まずポンちゃんたちが来たのは、宝石の谷。キラキラピカピカ輝いています。わあ、きれい。硬そうだな。次に来たのは星の牧場。星の羊たちが草を食べています。かわいいな。あの羊さんはよく食べるな。それからしばらく飛んでいるとお菓子の森が見えてきました。大きくておいしそうなお菓子がいっぱいたいあります。おいしそうだね。ここで一回休憩しよう。ポンちゃんはお菓子の森の丘に降りました。ポンちゃんから降りた二人はお菓子の木や草むらにかぶりつきました。甘い、パリパリしてるぞ。ポンちゃんも近くの水飴をペロリと舐めました。おいしいね。お菓子に満足した3人は再びお空の散歩です。鼻歌を歌いながら飛んでいると、ドーナツみたいな形をした岩のある砂漠が見えてきました。ポンちゃんは砂漠の岩陰におじいさんが座り込んでいるのを見つけました。心配になったポンちゃんは砂漠に降りました。おーい、おじいさん、こんなところでどうしたの？電パンはおじいさんのもとに駆け寄りました。からもちは気球にあったお水をおじいさんに渡しました。旅のお方、ありがとう。おじいさんはお水をごくりと飲み干しました。おじいさんは砂に埋まっているコマみたいな乗り物を指さしました。わしはコマぞ。この空ごまで妖精の国のパトロールをしていたのだが、故障してしまった上に
電気もなくなってしまった。このままでは帰れないんだよ。ポンちゃんは重いものを運ぶことができません。ポンちゃんはどうすればいいか悩みました。すると電板たちが何かをひらめいたようです。おじいさん、僕たちに任せて。おじいさん、僕たちに任せて。そう言うと二人は空駒に近づきました。まずはオイラの出番だ。力持ちのから持ちは砂に埋まっていた空駒をぐっと持ち上げました。ありがとう、から持ち。次は僕だね。電板が踏ん張ると体から電気がビリビリ出てきました。そしてその電気を空駒に入れました。すると空駒のエンジンがつきました。ありがとう、本当にありがとう。これでわしは帰ることができる。お礼に美味しい肉まんが食べれる肉まん山の地図をあげるよ。そう言ってポンちゃんに地図を渡すと空駒に乗って帰っていきました。ポンちゃんたちは地図をもとに肉まん山に向かいました。しばらく飛んでいると美味しそうなほかほかした肉まん山が見えてきました。ポンちゃんたちはふもとで降りて肉まん山にかぶりつきました。おいしい！ポンちゃんたちは肉汁あふれる肉まんに夢中です。お腹いっぱいになったポンちゃんたちは最初に出会った草原まで戻りました。ありがとう、ポンちゃん。また乗せてほしいな。オイラもまた楽しいお散歩がしたいな。ポンちゃん、ありがとう。ポンちゃんは楽しい二人を見てにっこり笑顔。また会ったら一緒に空のお散歩をしよう。そう言うとポンちゃんは空に飛んでいきました。今度はあなたのところにポンちゃんがやってくるかもしれませんね。おしまい。させる物語だ。